上五島海の駅の名前で新上五島町を盛り上げます。海の駅とはマリンレジャーの魅力を広めようと国土交通省が設置を推進しているもので、登録には船舶係留施設のほかガイドの配置やトイレの設置が義務付けられています。去年12月、五島産業汽船が鯛の浦港ターミナルを申請し、このほど県内で8カ所目の海の駅に認定されました。いっぱいですね、ずっとプレジャーボート来ていただいて、また非常にですね、使いやすい港としてしていきたいと思っておりますので、活性化にですね努めていきたいと思っております。五島産業汽船は今後ターミナル内の店舗の充実を図り、マルシェを実施するなどして海の駅を島の活性化につなげていきたいとしています。